関東省西園市、ヤオ族ヤオ湾号の大栄村では、製鉄工場による汚染に耐えきれず、4月11日から村民らが工場の入り口を塞いで抗議を行いました。14日、300人以上の特殊警察が出動して村民らを退散させました。複数の村民が負傷し、十数人が拘束されました。また、 ネットに投稿するのを防ぐため、若者たちの携帯電話はすべて没収されました。情報によると、名宝製鉄工場は設立から3年間、毎日夜になると黒い煙とともに汚水を川に排出し、深刻な汚染をもたらしています。村民らは11日から工場の入り口を塞ぎ、貨物トラックの出入りを阻止しました。14日、 特殊警察数百人が村民らを鎮圧しました。地元村民によると、汚染の影響で川辺で放し飼いをしていたアヒルが産んだ卵は、黄身が赤く変色し、

情報によると製鉄工場では金属葛造原料にライトレールやエッジ型工及び各種の鋳造部品を製造しています。重金属汚染を案じる周辺住民は何度も地元政府に対策を求めているものの取り合ってもらえないとのことです。新東人テレビがお伝えしました。